映画また映画の話でいいですか。私やっぱね映画好きなんですよ。昔からかなりいろんな、もう多種多様いろんなジャンル見るんですよ。まあ王道系もすごい大好きですし、もうエンターテインメント系もすごい好きですし、ありとあらゆるのね。結構タイプ的には結構アクション系は割と少ないかなっていうぐらいで、でもねほとんどそれも含めてかなりいろんなの見るんですね。で今日ねちょっとご紹介したいというか、いくつかねちょっとマイナーな映画、マイナー B 級映画というのかな、B 級かなB ダッシュ級ぐらいの、そこそこ例えばね配信がユニバーサルだったり、まあ有名なタレントとかね出ているんですけども、まあでもそこまでこう超有名メジャーな映画ではないっていうやつで、私がもうドハマりしてるって映画がねいくつかあるんですよ。結構ねその中の私の、隠れた私の中の隠れた名作シリーズということでね、今日は一つご紹介していきます。あのねトレマーズって知ってますか？トレマーズ知ってる方いますよね。でもねあれ私が多分ね一番最初の第一作目はね確か小学校の時ですよ。あのね主役はねケビン・ベーコン、もうケビン・ベーコンはさすがにねよくご存知だと思うんですけど、そのケビン・ベーコンが主役で、まあ要はね、まあ、端的に言うとまあ土の丘の上手といいますか、まあ、地面の中を化け物がねこう這いずり回ってこう人を襲うみたいな、要はねそんな話なんですけど、トレマーズね何が面白いかって、私はねあの世界観が好きなんです。世界観なんかねこう BGM に結構カントリーが使われるっていうのと、あとねその舞台となるところがあれ多分実際どこなんだろう、あれアメリカの超広大なところのど田舎、雰囲気的には基本的に能天気で、まあ、コメディタッチなんですよ。なんですけど人がねめっちゃ実は死んでいくんですけど、それでもねこう悲壮感とか暗い風にならなくって、で出てくる人間がすごい個性豊かで、ね、すごいあの印象に残るいいキャラクターばっかりなんですね。でそこでこう繰り広げられる結構低予算な映画なんですけど、実はこれね今ね5部作まであるのかな、でもね私5はね正直ちょっとあんまりもういいかなって感じなんですけど、4部作までは私大好きで、どのくらい好きかっていうと、あの DVD ボックスっていうのあの全部揃った、わざわざ買ったぐらい好きで、結構見たことある人もねこの話するとね、まあ、それなりにいらっしゃるんですよ。まあなんですけど私ほどちょっとねあのここまで、ね、トレマーズに対して執着してる人間っていうのは正直見たことがなくて、でもアメリカの方だとねすっごい大ファンがいるみたいで、まあ、日本にもねおそらくねいるとは思うんですよ。そんなそういうあの出会ったり会話をする機会がないだけでね、あの世界観がたまらなくてね、1も2も3も4も本当何回も見ました。私個人的におすすめは1と4が好きですかね。もし見たことある方ね、私すげえ好きなんだって、まあ多分私以上の人は多分いないと思うんですけど、あなんか見たことある、なんか結構面白かったかもっていう方いたらね、ちょっとコメントしていただけると嬉しいですし、私に負けない情熱で大好きですよ、 DVD セットは当然あの持ってますよみたいな方がいたら、もう本当語りたいです、あのトレマーズについて。もう私それぐらい好きなちょっと B 級の映画、配信はでもねユニバーサルなんですよ。まあ、1に関してはねケビン・ベーコンも出てますし、低予算ですけどもすごいよくできた映画でね、もしよろしければねぜひご覧になってください。皆さんこんにちは、ガガノタカシです。今日はねコメントへの返信をまたさせていただこうかなと思います。前回11月24日で終わりましたので、今日は25日以降ということでね、お話しさせていただきます。はい、まずはこの方ですね。私は人と同じなのが嫌いなのでオーソマティックを買いましたというコメントね、
あのオーソマティックってあのツーリンカーなんですけど、あれどこの国のでしたっけ、なんかロシアでしたっけ、ちょっとごめんなさい全く忘れましたけど、私もねあのいいなって思う部分あったんですよ。で構造がめちゃめちゃもう超独創的で、ただなんかね超ハイグリップコースだとめちゃめちゃ速いらしいんですけど、なんかね面白いこと聞いたのが、ほらラジコン走らせててなんかおかしいなって思う時ありますよね。でだから原因探るじゃないですか。なんかねどこが壊れてるかわからないらしいですよなんかどっかおかしいんだけど、どこ壊れてんだろうみたいなね、っていうのがオーソマティックらしくてね。でもなんか趣味のものですから、やっぱりねああいう車使いたい気持ちはすごい分かりますし、私もねやっぱり魅力に感じますよね。はい、続きまして、私も高橋さんの動画を見て M07 では飽き足らず TB05 まで購入し、トラックレーシングの時の動画を見て影響されて M07 も TB05 も余すところなくオプションパーツを導入しましたなるほど初心者なのでまだタミヤしか知らないですが、長くやっていけるならこの動画に出ているようなインフィニティや BD9 など別世界のマシンもやってみたいと思います、なるほどね、うん、まあ、やっぱりねオプションパーツはねよくね皆さん、もう私もそうでオプション地獄っていうね表現しますけど、結局ねこれもう欲しいんですよねもうオプションパーツのほとんどはいるとかいらないじゃないんですよね。欲しいか欲しくないで考えてるんですよねわかりますよ。だからもうね気がつくとね、やっぱオプションパーツねフルオープンになっていたり、あれもこれもつけたくなるっていうのはやっぱ人の差がですし、まあ、それはラジコンメーカーの商売でもありますしね。でもそれはね買った時の喜び、つけた時の喜びっていうのはやっぱりありますからね。それはもうイーブンということでね、何でもねオプションパーツをつける気持ちすごいよくわかりますよね。で将来こうねハイエンドもやりたいということですけれども、ラジコンをね長く続けていけばね、いろんなラジコンをやる機会も出てきますのでね、ぜひ一緒に楽しみましょう。ありがとうございます。続きまして、復帰して驚いたのは海外メーカーのキットが国内で簡単に買えることです。海外ラジコンメーカーの紹介も動画でしていただけると嬉しいです。私実はそこまで多分ね詳しくないんですよね。なんですけど、まあこういうメーカーがあってね、このメーカーはこういう特徴があって、こういう歴史があって、こういう背景があってっていうの、そうですよね。せっかくなんでね、おいおい少しずつさせていただこうかなと思いますね。はい、かしこまりました。まあちょっとだいぶ先になるかもしれませんが、はい、ありがとうございます。はい、続きまして、広坂雅美さんはバギーが良いと言っていますね。これは練習用マシーンなのかに対してのコメントですね。重要なのはいつでもどこでも走らせれることらしいですね。なるほど、全くですね。まあ、結局これもあれですよね、いっぱいプロポを持ちましょうっていう、こうまさみさんはね間接的に言ってるんだと思いますよね。疲れない程度にね、向上心とやる気が溢れてる時にはもうガシガシやって、疲れた時にはねボディを塗ったり新しいキット組み上げたりね、 YouTube 見たりしてのんびりとねこの楽しいラジコンをね続けていただければなと思います。はい、続いて、これも練習用マシーンに関してですね、走らない車からも得ることがあるとは目から鱗でした、ありがとうございましたということで、これの意図はね、動画でもお話したかもしれませんけど、結局もう体感を上げるというか、脳がこう考える前にもうね脊髄で動かしちゃうって言いますか結局プロポと戯れる、挙動がね予期せぬ挙動になった時に体が対応する、ゲームなんかでねコントローラーでの完全にね、格闘ゲームとかほらすごいコマンドとかねいっぱいあるんですけど、あれ考えてやってるじゃやっぱ遅いですよね。似たような感じですよね。そういう視点のこうプロポに神経を通わせるっていう意味ですごく大事な、練習になりますのでね、ぜひよかったらねやってみてくださいあ、なるほど、これは何の対してのコメントかな。速いマシンもありかもしれないっていうやつですかね。私も同じこと考えていましたと、既存業界、我々ですね、ユーザーの考える外の世間からの目と実際の世間の目には結構ギャップがあると、引きつけられる魅力と手軽さを、切り離して考えるといいんじゃないかということですね。初心者イコール、弱者というのは、既存
ユーザーのもしかしたら勘違いかもしれませんねということですね。なるほど、まあそういうね気持ち、そういう考え方もあるとかね、ラジコン業界ね、まあ、我々も含めて、ユーザーさん、そしてメーカーさん含めてね、盛り上がっていけたらいいなって思っています。最近ちょっとね、私の動画がっていうんではなくって、昔ほらなんか一時期バイクね、バイクがすっごい低迷した後に、すごい50歳以上の方がね、すごい市場を盛り返したって時期あったの覚えてます。結構10年ぐらい前でしたっけね、15年ぐらい前でしたっけ。なんかね、同じような現象がラジコンでもちょっと見え隠れしてるんですよ。なんか50歳ぐらいとかの昔やってたって方がね、うちにこ、まあ、来たりもしますし、周りの友人ですよね、が結構興味あってまたやりたいんだとかっていう声をね、数年前と比べると確実にそういう声をね聞くようになってますので、もしかしたらね、また少しずつね市場上がっていくかもしれないですね。すごいちょっと期待しているところです。続いてね、このタミチャレクライマックスでこうタイムがこう伸び悩んでる方のご質問あったんですね。でこれに関してはまたね、何が要素かはね、正直いろいろ要素あると思うんですけど、その要素をいろいろちょっとかいつまんで、まあ、ちょっと走行動画交えながら後日ねお伝えできればなっては思っておりますのでね、またこれもおいおいちょっと気を長くしてお待ちいただければなと思います。はい、続きまして、なるほど、ギアデフの漏れにくい組み付け動画を上げてもらったら嬉しいです。わかりました、折を見てやらせていただきますので、こちらも気を長くお待ちください。まあそうですね、ギアデフ結構漏れの方ね、悩んでる方いらっしゃいますが、もうただこれもね、実はね一つです、理由は、まあ、ちょっとしたコツもいりますけども、グリスですね、グリスをいかに要所にたっぷりつけるかということになりますのでね、これに関しては動画をね撮らせていただきたいなと思ってます。昔のお話ですね、今お話かすに多分50代から50中盤ぐらいの方でしょうかね、自分が23歳ぐらいの時に、憧れで見ている小中学生が、いましたと、ね、そのラジコンですよね、ファントム 4WD とか石原ロードランナーの頃です。私もねこれ石原ロードランナーは覚えてますよ覚えてるけどもちょっと形は出てこないな。で実際私ファントムの 4WD 持ったことあるんですけど、その頃にはもう石原ロードランナーを使っている人は見たことなかった。ちょっと前の世代におそらくなるんですよね。でもこの石原ロードランナーって響きだけでなんかもぞもぞってくるものありますはい、続きまして、動作レスポンスはサーボやアンプ側で決まるものだと思っていましたと、ね、プロポのグレードの違いは機能の多さだと思っていましたと。なるほど、今回のお話でローエンドプロポではタイムも落ちるは比較動画みたいです。わかりました、やりましょう。これね実はやろうと思ってたんですよ。なるべく早めにやりたいなとは思ってますが、ちょっと条件揃わないとねできませんのでね、私一人でもね比較になりませんし、何人かでね、うちのまあ初級者の方、上級者の方、私ちょっと集めてね、タイムを計測して実際どのくらい差が出るかっていうのをぜひやらせてもらいたいと思います。おっと、嬉しいコメントが、高橋さんの動画を見るようになってからずっと行きたいと思っていたサーキットについに行くようになりました。あ、おめでとうございます嬉しい、常連さんの仲間にも入れてもらいました。よかった、嬉しい。サーキットとても楽しいです。ですよねあ、こういうね、コメントとか、もうますます力が湧きますね。本当にでもこう、ね、サーキット楽しいって分かっていただけて、勇気を振り絞って言っていただいてね、本当に良かったです。これからもね応援しますので、またね困ったことありましたら私じゃなくてぜひその常連さんに聞いてくださいでもね、もしよろしければね、私の動画もね今後も見ていただけたら嬉しいですね。ありがとうございます。そうそう、矢田部でねモンチーさんに会ったんですよ。お話しさせてもらいました私もずっとお会いしたかったんでね、めっちゃ嬉しかったです。今後ともね、もしモンチーさん見てましたら今後ともよろしくお願いしますまあ場でも何百回も言いましたけど
はい、続きましてバッテリー管理について質問です。私はバッテリー数本を充電器と一緒に工具箱に放り込んでいますが、エキスパートの方々でバッテリーのパッケージに1本1本入れている方を見かけます。扱い方で何か変わるものでしょうか。まあ、これはそうですね、まあ、大事にしているとか、あと、まあ、箱なんかにね、こうチェックしてどのくらい使ったとかね、最終いつ使ったってこうメモってる方もいらっしゃいますし、エキスパートになってくるとね、使ってるバッテリーも結構高価なものをね使ってたりしますから、まあ、当然大切に使いたいですよね。まあ、そういった意味の延長かなとも思いますし、あとまあガラガラって入れちゃうと、ね、中でね動いてしまって、まあ、汚くなったり傷がついたりっていうことにもねなり得ると思いますので、そういうことをしている方もいると思います。なので、まあ、そういうぐらいの感じで思っていただければいいんじゃないかなと思います。はい、では続きましてね、これラストにしましょうかね今日はね、これからタミグラやタミチャレに頻繁に出場する予定ですが、 TA-07R か TA-07MS で悩んでいます。何かアドバイスいただけたらありがたいですということですね。うん、ね、このご質問をされるということはおそらく今初心者さんかなとも思いますね。で、これからタミグラやタミチャレに頻繁に出場したいということでね、ぜひ頑張っていただきたいんですけど、もうぜひこれはね TA-07 この2つで悩んでるんであれば、ぜひ TA-07R にしてください。 TA-07MS がダメというわけではなくて、やはりねハイエンドカーになりますね。ハイエンドカーの方が剛性とか精度とかしっかりしている分、ちょっとしたことで全然走らなくなるっていうのもハイエンドカーの特徴です。ミドルクラスのね樹脂で固められた車の方がすごいね、なんて言うんだろう、ゆとりがあります。余裕があって、多少ちょっと何かあったとしてもまだなんとか走れたりとかね、キャパシティが広いというんですかね、そのいい、本当に多分ねすごい速いところ、車の状態、そしてセッティングっていうのをこの中に、狭い中に持ってこれればハイエンドカーっていうのはものすごい威力を発揮するんですけど、こっから外れた時の走らなさっていうのは逆にミドルクラスよりももうすごいナーバスになっちゃうんですね。ミドルクラスとか入門者のいいところっていうのはここの幅が広いです。なので、ここまで持っていかなくてもこの中に入っていけばね、車どうにかなったり、こう楽しくね気持ちよく走れるっていうのがねミドルクラスになりますので、これから出られるってなればぜひとも、TA-07R の方を選んでいただきたいなと思います。そしてタミグラとかタミチャレはどうだったかな、ちょっとごめんなさい、ちょっと今勉強不足で忘れちゃいましたけど、ダブルデッキの車種だと出れないクラスとかもねありますので、まあ、そういった意味でも、TA-07 を選んでいただいて、まあ、いろんなタミチャレとかねタミグラにどんどんチャレンジしていただきたいなと思う次第です。またね、なんかご質問がありましたらぜひお気軽にねご相談いただければと思います。じゃあ本日はね12月3日までということで、また後日ね、ご返信させていただきたいなと思います。もしね今日の動画が良かったと思いましたら、いいねボタン押していただけると非常に励みになります。またねチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。